第16話大正時代です、大正時代始まってすぐ第一次大戦が起きました。そして第一次大戦の概要を前回説明しましたが、今回はじゃあ日本にとって前回お話ししたような第一次大戦はどのような位置づけを持つのか、日本は第一次大戦にどのように絡んでいったのか、ざっくり言うとですね、日本はこの第一次大戦によって、勝ち馬に乗った感じですね、戦勝国の仲間入りをして、これで日本が大きく日本が大きくその帝国主義政策に、を進めていくっていう、そのきっかけになった戦争になったわけですね。日本は勝ち組に入れたということが大きく言えると思います。第一次大戦と日本ですね。日本にとっての第一次大戦はどういうものであったか、日本にとってもこの戦争は何て言うんですかね、理由がある戦争です、この根拠になった第一次大戦参戦の根拠になったのは、日英同盟がまだ効いていたからですね。日英同盟 を理由に宣戦布告をしました。でドイツはちょうどいいところに、日本から手頃な場所ですね、中国の中でも日本に近い、あたり、中国の中国のドイツの根拠地であった青島ですね、赤道以北の南洋諸島、太平洋の島々っていうことですね、この赤道以北の南洋諸島のことをドイツ領南洋諸島と言います。なので、日本は日英同盟を理由に、勝ち馬に乗ってドイツに宣戦布告し、ドイツが持っていた勢力圏を奪うことができたということです。そしてドイツが持っていた勢力圏を奪うのみならず、日本にとってはチャンスであったのはこういうことですね。
はい、昔こういうお話をしましたね。例えば中国のこの辺は、ロシアの勢力圏になったよとか、中国のこの辺とこの辺はこの辺とこの辺はイギリスがね、勢力圏でしたよと、あるいはこの南一帯はフランスですよとか、日本はこの辺ですよっていうようなヨーロッパの国々による中国分割のお話をしましたね。それまでヨーロッパが中国を取り張って、ここは俺の島だ、これだ、ここは俺の縄張りだっていうふうに争っていたんですけれども、ヨーロッパの国々は第一次大戦で中国どころじゃなくなったわけですね。中国のことは置いといて、ヨーロッパで、戦争をやってるわけですね。そうしたら、ヨーロッパは中国のことを全然見てないわけですね。その隙を狙って日本が中国進出を図っていくわけですね。あ、今だと、ヨーロッパが中国のことを見てないと、今が日本がここに乗り込むチャンスだということで、まず手始めに、はい、21か条の要求という、かなり理不尽な要求を中国の遠征外という政権、政府、遠征外の政府に突きつけたわけですね。はい、内容としてはこういう内容です。権益というのは権利や利益のことですので、例えば鉄道を引くとか、そこで資源を掘る権利とかね、そういうものなんですけれども、山東半島にドイツが持っている権益をよこせというわけですね。あるいは南満州での権益をよこせというわけですね。このよこせというのは、別に なんていうんですかね、戦争をやって勝ち取ったわけでもなく、ただひたすらよこせよこせっていうわけですね。このよこせというのは、やはりそのよこせと、よこせと圧力をかけるっていうのはかなり国にとっては屈辱的なことですよね。それくれよと、ね、ある国が、ある国が例えば日本に対して、おい、そこの九州の儲けを全部よこせとかね、九州をよこせとかね、北海道をよこせとか言ってよこすわけがないわけですね。ただ中国は、かなり植民地化がされていて、ボロボロになって、しまっているので、これを断り切ることができなかったわけですね。このよこせよこせということに対して、
京都を受諾させられるわけですね。まあ、よこせと言われてよこしたわけですので、まあ、教科書にも載ってますが、受諾の日は中国の人たちにとっては国の恥だと、告知記念日ほど、まあ、屈辱的であったということです。さあ続いて、そしたらですね、さらに中国進出のもう一つの側面として、西原借款という言葉があります。借款ですね。一次大戦中に総理大臣になった寺内正武内閣ですね。これを段祺瑞という人物なんですけど、お金を貸し付けることを借款というんですけれども、お金を貸した相手は誰かというと中国政府ではなくって有力者の一人ですね。これが何を意味するかというと、日本はこれから中国を支配したいのだと、中国のを乗っ取るわけですが、ここでまあ早々と日本の味方を作っておいて、まああわよくば中国を日本のものにした時にこの人がまあ日本の操り人形となって動いて、くれるかもしれないわけですよね。まあそういった目論みのもと、有力者にお金を貸し与えて、ね、日本の言うことをこれから聞いてくれよと、ね、そういうふうにして影響力を少しずつ強めていく。これが西原借款というものです。で、こうした日本の動きが、まあ、わがままと
国際的に捉えられてしまう可能性もあるわけですね。日本が勝手に中国に進出したと思われそうなので、まあ、いろんな国と確認を取るわけですね。まあ、日本のただひたすらエゴじゃないですよっていうようなことで、ロシアとそしてアメリカと、アメリカとは、これが石井ランシング協定といいます。そしてイギリスと、太平洋で、あるいは中国でドイツが持っていたドイツ権益を日本が、まあ、もらっていいですよねと。まあ、イギリスは元から同盟国ですので、まあ、いいですよと、よっしゃよっしゃということで、まあ、各国と確認をし合うということになります。はい、そしたらですね、もう一個、その第一次大戦とは違うんですけれども、もう一つ、第一次大戦末期にロシア革命というのが起きたわけですね。第一次大戦末期、ロシアではロシア革命が起き、ロシア革命とは、革命によって、政府が、時の政府が倒れて、新しく労働者を中心とした国づくりを始めたという、まあ、世界初の、社会主義による国家、革命によって平等な国づくりを目指すという社会主義なんですけれども、日本にも社会主義者はいるわけですよね。3回前ぐらいのお話で、しましたけれども、ね。何はともあれ、まあ、社会主義というのは革命による平等な国づくり、なので、うちの国で
うちの国で起きたら大変だって周りの国は思うわけです。世界の国々はこのソ連という国を潰すためね、その出兵をするわけですね。うちの国でも革命が起きたら大変だ、うちの国でも革命が起きたら大変だ、ね、ソ連が、まあね、ソ連という国がまだよちよち歩きのうちに潰してしまえっていうことで、出兵をするわけです。はい、で、日本もシベリア出兵を行う。実はその満州が欲しい日本はこのソ連を潰すための出兵はかなり熱心に、推進していったわけですので、たくさんの兵隊さんをシベリアに送り込みます。たくさんの兵隊さんをシベリアに送り込むということは、たくさんの兵隊さんがシベリアに行く、たくさんの兵隊さんが食べるご飯を持っていくということですね。そうすると兵隊さんがご飯を食べるためにお米が必要になるだろうと。お米が必要になるんだったらこれから米の値段が上がるぜって思ったね、お金持ちが米の買い占めによってさらにお米の値段を釣り上げてね、儲けようと思ったわけですね。そうすると富山のおばちゃんが お米高いじゃないのよって言って、暴動を起こしていくわけですね。それを米騒動と言いますが、はい、もし世界史から投資でね、私の授業を受けていただける人がいたらですね、たまにおばちゃんたちってすごい集まればすごいパワーを持つわけですね。このロシア革命のパワーになったのもおばちゃんたちですよね。おばちゃん最強説が流れるわけですね。お米高いじゃないのよって言って、米騒動を起こして、まあ、時の寺内正武内閣はそれで倒れて、いくわけですけれどもね、そのようなことが起きました。今回は第一次大戦のに絡んで関係して、日本が第一次大戦とどのような絡みがあるのか、そういうことをお話ししました。今回はここまでです。